のうちは、えーえー、それは手配りで配る方法が多いわけですけど私たちはこれを DM で出すこともできるわけですそしてそれはあ黒猫メール便でもいいしそれからあ日本郵便の、えー、<coughs> 大口割引の U メールでもいいわけですね その時にただうちわをとして使うだけではなくてまず一つそこに QR コードをつけることによってお店のご挨拶とか商品の説明とかあ相談事が Google フォームで受けれるとかっていう機能がついた QR コード付きうちわというのもありますそしてそこにニス圧着ですけど、えー、返信はがきをペタッとつけることによって アンケートを取るようなこともそこででできるわけですねそしてスクラッチカードっていうのがたくさんありますけどそこにスクラッチをつけることによってできればハズレはなしにして大当たりとかラッキー賞とかあー当たっているとこのうちわを持ってきた方に商品がもらえますよというのも出てくると思います。 もう一つあるのがくじ付きうちわといって、えー、これも QR コードから行く場合もあるし、えー、例えばここがペロッとめくれるようになったものをつけて、えー、くじがついたうちわ型のものもあります。あぜひそのうちわの、えー、印刷だけではなくてそれを DM に使うことによってまたそれに付加価値をつけることによって お客様の集客増客のお役に立てたらと考えております。